MPV は、無プレイヤーと、無プレイヤー2からフォークした、メディアプレイヤーである。GNU、GPLV2 などのフリーソフトウェアライセンスの下で、配布されている。UNIX 系と Windows で動作し、MPVAndroid という名称で、Android にも移植されている。MPV は2012年に、無プレイヤー2からフォークした、メディアプレイヤーである。フォークした理由は、 保守ができないコードを削除することと非常に古いシステムのサポートを終了することにより開発者の活動を促進することであった。結果としてこのプロジェクトには多くの人が貢献するようになった。2015年6月以降プロジェクトのソースコードは GNU GPLv2 から GNU LGPLv2.1 に再ライセンスされより多くのアプリケーションで MPV をライブラリーとして使用することが可能となった。無プレイヤーからフォークして以降、MPV にはいくつかの注目すべき変更が加えられており、最も大きな変更点は基本的なマウスによる操作を提供するオンスクリーンコントローラーと呼ばれる MPV に統合された最低限の GUI である。これは新規ユーザーにとって対話を容易なものにし、 正確かつ直接的な飼育を可能にすることを目的としていた。ビデオ CD のサポートは終了した。オリジナルのムプレイヤーと同様に MPV はコマンドラインインターフェース向けのアプリケーションであるがムプレイヤーよりも高度なユーザーインターフェースを持っており OSC はキーボードだけではなくマウスを使用することもできる。しかしながら OSC は GUI の機能に完全対応したものではなく、QT や GTK などの GUI ツールキットを利用して、MPV により完全な GUI を提供するフロントエンドがいくつか開発されている。以下は MPV よりも多くの機能と、ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースの提供と、様々なオペレーティングシステムやデスクトップ環境との統合を目指しているリバフに基づいた。 オープンソースの MPV のフロントエンドの一覧である。ありがとうございます。